はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay やメルペイでも決済可能 LINE ポケを使い方や支払い方法を解説、実際にキャンペーンを使ってみたということで、今話題のですね、LINE ポケを実際に使ってみたので、今から使い方や決済方法についてお伝えしていこうと思います。そもそも LINE ポケオとは何ぞやということですが、簡単に言うと LINE が提供するテイクアウトのサービスのことです。先に LINE ポケオの流れをお伝えしたいと思うんですけども、まず LINE ポケオのアプリで注文をして、約30分から40分後に注文したお店に取りに行くと、そしてお店で決済をしてテイクアウト完了というような流れになってます。現在 LINE ポケオではこちらのキャンペーンをやってまして、例えば松屋の牛めし並盛りが100円で購入できたり、あとはガストのピザが100円で購入できたりします。7月3日まで開催されていまして、このキャンペーンは結構好評なので、一部終了している場合もあるのでお気をつけください。ここからは僕も実際に LINE ポケオで注文してみたので、使い方を解説したいと思います。まずは LINE のアプリを開いたら、右下のウォレットをタップして、その中に LINE ポケオという項目があるので、それをタップします。で、マップから自分の住んでる地域の店、お店をタップします。で、僕の場合はガストが近かったので、今回はガストのマヨコーンピザを注文。そして来店時間を設定して注文確定をタップ。名前と電話番号を入力して注文確定をタップ。そしたら、受け取りの時間が表示されるので、それに合わせて来店します。あと注文したらこのような通知が LINE に来ます。そして早速取り行ってきまして、思ったよりですね、めちゃめちゃ量も多くてびっくりしました。で、今回は僕は決済はメルペイのポイントが残ってたので ID を使って決済をしました。で、そしてメルペイのポイントももともと還元でもらってたものなので、もうほぼ0円というよりかかなりお得に食べることができましたね。ちなみに現在6月28日の段階ではガストと松屋がまだ使えるので、一応決済方法だけ確認したいと思うんですけども、ガストのスカイラークループに関してはクレジットカードや ID、 そして交通系電子マネーでは決済ができます。まだ QR コード決済は対応していませんのでお気をつけください。なので LINEPay や PayPay などは使えないということになってます。次に松屋ですね。松屋に関しては LINEPay や PayPay などほとんどの QR コード決済が対応しているので、大体ご自身がお使い物であれば試すことができるのではないのかなと思います。ということで今回は LINE ポケオの使い方と実際に頼んでみたという動画でした。もしですね、お近くに対象の店舗があればですね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。